はい、どうも失礼します。影持ちでございます。というわけで弾丸ロンパー続きやっていきましょう。前回なんか朝食のタイミングで戸上くんが来なくなっちゃって、戸上くんを探せっていうことになりましたね。で、戸上くんがどうやらなんか2階にいるんじゃないかっていう疑惑があるので、早速2階に向かっていきましょう。よいしょ。ファーストトラブルができるのかな。よいしょ。あ、できるね。便利で、2階だね。あ、キリキリさん。よっ。ね、あんたもここに来たのね。え、それ昨日、戸上くんが興味を示したものを考えてみれば、彼がどこにいるのか推測ができるわ。そうでしょ。昨日、戸上くんが興味を示してったもの、それってなんだっけ。なんか戸上示してたっけ、興味。でもなんか、図書室にいたよな。よいしょ。はいはいはい。よいしょ。お、図書室のドアを開け、中を覗き込んだのと同時に、僕は驚きの声を上げていた。戸上くん？おお、本読んどるやん。よその斜め上を行った光景を目の当たりにして、僕は思わずひるんでしまった。何やってんの？そうだそうだ。釣りでもやってるように見えるか？本読んでますね。読書中だ。静かにしろ。マグカップ片手に。ごめん。じゃなくてさ、こんなところで何やってんの？みんな心配して探してるんだろ。そうだそうだ。どうして探されなければならない？朝朝食食おうって言ったじゃん。ああ。朝はみんなで集まって朝食って約束だったでしょ。内木くんが言ってくれた。約束？まったく。ゆっくり読書もできないのか。約束ぐらい守れ。戸上くんはパタンと本を閉じると影のようにゆらりと立ち上がったと同時に僕の声を聞きつけたみんな、他のみんなが続々と図書室に集まってきた。というやつは戸上くん、こんなところにいたのか。何してんだって、うん、心配したんだぞ心配される筋合いなどない。本を読んでいただけだ。本体の低俗な小説は今まで読んだこともなかったが、今後は何かの役に立つかもしれんからな。それは何を読んでたの？推理小説。むしろそのトリックを使うつもりじゃん。バカを言うな。だよね。参考にするだけだ。え？当然だ。俺が勝負するときは俺のオリジナルを使うさ。でなければせっかくのゲームがつまらんだろう。こんな緊張感のあるゲームなんてそう体験できるものじゃないんだ。やるからには楽しまんとな。僕は思わずゾッとした。戸上くんの顔には確かに笑みがあった。その笑顔、まるで彼は楽しんでいるようだった。この狂った殺し合い学園生活を。な、何がゲームだ。てめえふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。ゲームはゲームだろ。たった一人だけが勝ち抜けられる命がけのゲーム、それだけのことだ。ゼロサムゲームですわね。セルスさん、セルスさんいろいろ知ってんね。え？よろしいですか？ゲーム理論、数学の一種です。そこではこのようなゲームをゼロサムゲームと呼びます。得られるものの数が決まっているので、誰かの取り分が増えれば幸せは他人へと集まる。そんな有限の資源を奪い合うようなゲームのことですわ。なるほど。蹴落とし合いというわけか。実は入学試験や出席予想、ほとんどの社会的活動がこのゼロサムゲームに当てはまります。全ては限られた枠の奪い合い、他人同士の蹴落とし合い。私たちの挑んでるこの学園生活もそうです。そしてこの場合は限りある資源、それはたった一人の黒枠となるわけです。つまりこれは最初から蹴落とし合うことを目的として作られたゲームってわけだ。そんな蹴落とし合いだなんて。だからこそ適用が必要なのです。脱出したいと思う人がいなくなれば、そんなゲームに巻き込まれる心配もありません。なんどうしてゲームを避ける必要がある。こんなに楽しそうなゲームなんだぞ。そう言ってまた彼は。大丈夫か、トガミ死なないよ名前。邪悪に満ちた笑顔に顔を歪ませていた、うん、あんたはそのゲームで自分が負けるとはみじんも考えていないようですね。当然だ。おーおーおお、死なないよねトガミ。さすが世界有数の財閥である。トガミ財閥の次期当主ですわ。言うことが違いますわね。ただの自信過剰だべ。そんなこと言って死んじゃったらどうするの。ありえん。俺は死なん。その可能性すらない。何様だてめえは。それにしても改めて驚きだ。何がだ。お前みたいなポンコツな不良がこの現代にもまだ生存していたことがだ。そう。あ、なんかここまで。だから言ってるだろう、俺は殺されんと。いつまで言ってんだって。いくら言っても無駄ですわよ。彼には負けなんて概念が存在しないんですから。彼は超高校級の御曹司。
幼い頃からあらゆる帝王学を叩き込まれた超エリート、生まれながらにして勝つことを宿命づけられ、そしてそれを実践してきた人物。彼にとって試練やゲームなど勝つためにしか存在しない、たとえそれが政治のかかったゲームだとしても。そうですわよね、よくわかってるじゃないか。素敵ですわ。私も一緒ですから、ゲームとは勝つためのもの、同感ですわね。やめろ、お前みたいなのと一緒にするな、その不快な口を閉じろ。それはそれは失礼しましたわ。とにかくこれだけは言っておくぞ、お前らも気合を入れてゲームに参加することだな。手際は本気でないと俺もつまらん。大丈夫か、殺されないか、どこに。そんなのダメだよ。なんだ、何だって、これはゲームなんかじゃないんだよ、人の命がかかってるんだよ。仲間同士で殺し合うなんて、そんなの、そんなの絶対にダメだよ。ああ、ボイスがあったわ。仲間同士だと、誰がそんなことを決めたんだ。俺たちは仲間同士なんかじゃない、その逆だ、互いに蹴落とし合う競争相手なんだ。でもやっぱり、なんだ、でもお前ごときが偉そうにそんな接続詞を使うな、俺の言葉には肯定だけしていればいいんだ。ドカミ大丈夫？死なないよお前、言いたいことがあるならはっきり言え、言えないなら最初から口を閉じておけ。ああ、閉じた。ごめんなさい。謝っちゃった。おいこら、弱いものいじめして楽しいが胸くそ悪いんだよ。また仲良しごっこが始まったか。でそれはいつまで続くんだ。くせえ。なんだ、うるさい、そう言ったのか。まったく我が耳を疑ってしまうな、そんな単純で無意味な言葉しか出てこないとはな。意識見たら今すっごいす、ちょっと落ち着いてって。落ち着いてんだろうが全然。どこがよ。とにかく俺はこれ以上お前らと一緒に行動するつもりはない、蹴落とし合いのゲームで協力しようなど、そんな無意味な行動に時間を費やしたくないんだよな。無意味って、ありえん。仲良し恋しの食事会などをもってのほかだ、誰かにも毒をもらえる可能性だってある。まだ最後の晩餐に出席するつもりはないんでな。芝居じみたセリフばっか言いやがって。じゃあな。あとはお前らだけで勝手にやれってことだ。じゃあな。そのまま戸上くんは振り返りもせず立ち去ってしまった。もう僕らには引き止めることもできなかった。彼の考え方は僕らが理解できる範疇をはるかに超えてしまっていたから。ゲイだよ。あいつ本気か？間違いなく本気でしょうね。だとしたら許せねえ。でも、ね、彼の言う通りかも。だって誰かが食事に毒を盛る可能性だってないとは言い切れないし。ちょっと深ちゃんまで何言ってんの。でもどうせ私がいなくたって誰も困らないでしょ、むしろいなくなってほしいんでしょ。私が気持ち悪いから。いや、そんなこと思ってないけど。そう思ってないと思い込んでるだけで、本当はそう思ってるに決まってる。すごい思い込み。言ってやれ、ハガクレ。被害妄想ってレベルじゃねえべ。わかってるわよ、いなくなってほしいんでしょ。みんなしてそんな風に思ってる。ああ、消えた。ちょっと深田さん、放っておきましょう。ああなってしまっては誰も止められません。やばいな。結局その日の朝食会はうやむやのまま中止となり、僕らはそれぞれ自分の部屋へと戻っていった。まったく朝から疲れたな。だけど一日たりとも時間を無駄にしてる暇はないんだ。気を取り直していかないとな。あ、自由行動。いやー、ちょっとさ、これさ、そう、最初チャプター1の気にしてなかったけどさ、殺されたり黒になって、もうこれ以上話聞けなくなる可能性があるんだよな。それをね、考えてなかったわ。で、なんか、いや、一応ハガクレは話しておきたいし、怪しいのはセレスさんとトガミなんだよな。ちょっとあの二人は危険な匂いがするっていうのと、あとちょっと待って、モノクマのメダルが大量に手に入ったからさ、それを使いたい。購買部でちょっとなんかプレゼントも多分その人に適したのがあるはずなんだよな。セレスさんはさ、なんか一回ムチみたいなのが手に入ってるから、それ渡せばいいかなって思ってるんだけど。よいしょ。ハガクレとオーガさんは話しておきたいな。死なない気はするけど、オーガさんは死なない気がする。ハガクレは危険な気がするが。とりあえずその二人は話しておきたいし、セレスさんとトガミさんもやばそうな匂いが。まあまあ豆乳枚数1枚でいいでしょう。さあ何が出るかな。さあアイテムゲット、オブラート。重複率が高くなってきたな、ちょっと下げようか。 7% ぐらいならまあまあ許容できるかな。
OK、王子様、星の王子様カレーですかね。 7% ぐらいにして、さあ何が出る。おお、なんか刀が出てきた。さあさあ、まだまだ回していきましょう。メガネとかに喜びそうだなあ、やべ、5枚じゃまだ 9% なのか。あ、まだかぶんない。 OKOK。 ちょっとメダルこんなにあれしていいのかな。まあ重複するよりいいか。 OKOK。 ちょっともう何が重複してないかとかもう分かんなくなってきちゃったけど、なんだこれは。よいしょよいしょ。だって、おーおーおー、ハートの指輪みたいなのが出てきた。うわー、重複率がどんどん上がっていくな。オッケー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 。メトロノーム？おっと、当たり！じゃなかった。よいしょ。単純に上ボタン押しちゃったな。さあ、あー、かぶった！お、ラッキー。よいしょ。どこまでコインかけ。おっと、ミルクティーか。お、まだラッキーなの。すげえな、ラッキーがラッキーが止まらん。うわー、あげたかった。お、まだラッキーなのもうだ止まらん、止まらんよこの機械止まんなくなっちゃった。あ、止まった。8枚と10枚で終わりにしちゃおうかな。びっくりした、ラッキーがあんなに止まらんとは。ドーナツ出てきた。あれだな、山田くん喜びそうだな。さあコインは使い切ったかな。なんだこれ。よし、じゃあ葉隠れとオーガさんとセレスさんとトガミあたりがどこにいるかな。マップが広くなるとあれだよね。あれ？なんか全然いねえな。2階の方にいるのか。体育館も誰かいる？もしかして。あ、誰もいねえわ。体育館、体育館。とりあえず体育館行ってみてから、誰もいなきゃ2階に行ってみよう。よいしょ。さて、セレスさんは確か食堂にいたよな。マップ開いて。あら、誰もいない。体育館。みんな2階にいんの？マジで？よいしょ。じゃあ行きましょうか。ちょっとあれだよね。うわー、山田いる。山田まだ死なないよな、お前は。信じてるからな。藤崎さんがいる。マップを見て。水蓮寺は見れないか。図書室に戸上。キリギリさんはでもまだ超高校級のハテナハテナだから死なない気がするんだよな。水炎上で、あう、大和田と大神さんが、ちょっと待って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 、落ち着け。まだ話しかけるやつを見極めろ。葉隠れいる。オッケー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 。じゃあ、葉隠れから行こうか。ヨーハがくれ。いつになったらここ出られるんだ。どうしよう、ハガクラ君と一緒に過ごそうか。一緒に過ごそう、ハガクラ。じゃあ特別にナイキッチンには見せてやんべ。俺の背中にある成功をな。まあまあ、ふふふ、ご利益やんべ。ハガクラ君の背中にあるよくわからない傷跡を見せられた。ハガクラ君と少し仲良くなれたみたいだ。プレゼントは、わ、もちろんですとも。渡すプレゼントを選択してくださいませ。コーラ、ローズヒップティー、華麗なおじさま。うわいいなこれ。レーション、浮き輪だ、ひまわりのため、ミサンガ、色恋沙汰リンク、おでこのメガネ、テーブラ、カットバサゲ、高級チンチラ、リアクションゲー。わあ、暫定剣だ黄金銃、強戦士の鎧、昭和ラジオ、速球大臣、月の石、検証問題、オブラート。交渉バッジの絶望バットか。そしたらじゃあ、葉隠れには、
あー、これで移動できるわ。ミサンガでもあげようかな。ミサンガ好きでしょ、きっと。糸を何本も合わせて編んだ手芸品、一度つけたら絶対に切れないと言われる。ういよ、うん、こいつは質屋に入れたらおいくらの値段がつくでしょうかね。入れるな。いやはや楽しみだべ。少しは喜んでくれたかな。もしかすとなあ、ナイギチ、俺は思うんだけどよ、俺とナイギチがこうして出会ったのは単なる偶然じゃねえんじゃねえかな、うん、というわけでナイギチは朗報だ。俺の声で超格安に占ってやんべ。超格安？そうだってな。2時間10万円のところを特別価格で9万円にしてやる。あ、でもそうか、2年で1億稼ぐ人だもんな。1万しか割り引いてくれないのっていうか高すぎるよ。ほらほら、超高校級の占い師に占ってもらうのはすごくありがたいことなんだぞ。そんなに当たるの？どうだ踊るべ、どんなことでも 20% の確率でぴったり的中だべ。 20%、 もうちょっとあるかと思ってたが 20% って微妙だな。なんだべ、ほらほら、微妙そうな顔すんな。ちゃんと聞いてなかったんか。どんなことでも 20% の確率でぴったり当たるんだぞ。あ、まあでもそれはそれですごいな。天才だろうと事故だろうと選挙の結果だろうとどんなことでもだぞ。わかんねえのがそれの凄さか。どうだってな。よっしゃ、いいだろう。じゃあ試しに占ってやんべ。っていうかすでに占ってるぞ。え、いつの間に。どうだべ。ふふふ、驚きの見えで未来が見えだべ。え、どういうこと。え、これは 20%80 大丈夫だよね。80の方だよねこれ。おめえの子供と俺の子供は母親が一緒らしいぞ。嫌だよ絶対に。嫌とかそういう問題じゃねえって。これは占いだからな。 20% の確率だべ。そういうことだべ。絶対に外れてほしい。頼むから外れてほしい。ちなみに今のはお試し構図だから特別価格が適用されねえぞ。10名の振り込みを頼むべ。こっから出た後でいいからよ。ちょっと待ってよ。っていうか当たらないよね。なんだったら占ってやろうか。今の占いが当たるかどうかよ。それも 20% だろ。もちろん料金は発生するけどな。考えててくれよ。占ってほしくなったらすぐ言えよ。言っちゃったけど貯金あるかな、もう一回分の料金で。ダメだ、お金なんか払っちゃダメだ。危ない、こうやって罠にはまっていくのか。とはいえお願いだから絶対に当たらないでほしい。さっきの占いだけは。そうな、当たんないでほしいな。超高。さて、ハクグレンド君と別れた後、僕は一旦自分の部屋へと戻った。まだ昼？まだ昼。オッケー、また時間あるな。よしよしよし。行こう行こう行こう。はい、近いのはセレスさんかな。セレスー。セレス、まだ食堂にいるよな。よっ。あ、じゃあいない。オーガさんになってる。あ、まあじゃあいいか。オーガさん、オーガさん、何かの縁だ。オーガさんにしよう。ああ風が懐かしい。どうしよう、大神さんを誘ってみようか。一緒に行こう。強さに対する貪欲なお前の主の姿勢に我は感服してるぞ。いいだろう、我の奥義の一つを伝授してやろう。マジ強くなるんじゃん。大神さんから奥義を伝授奥義を伝授された。結局強くなった気、結構強くなった気がした。いいじゃん。素晴らしい。大神さんと少し仲良くなれたみたいだ。渡しますとも。なんかいいのあるかな。ローズチップ、塩、カレーの王子様、ひまわりの種、レーション。やべえな。あ、斬鉄剣いいんじゃない。鉄を切ることができない刀、生き物を切ることもできない、つまりは何の役にも立たない刀とか好きそうじゃない。貴様、いらぬ気を使うな。それよりもお主は自分が強くなることのみを考えればいいのだ。しまった、がっかりさせちゃったみたいだ。マジか。トレーニング後の休憩の時間、それが我が最も落ち着ける時間だ。熱を帯びた筋肉が徐々に冷めていく感覚は厳しい訓練を終えた後にしか味わえぬ褒美。何度トレーニングしてもそれだけは変わらない。大神さんって毎日欠かさずトレーニングしてるの？どうしても外せない用事がない限りは必ずトレーニングしている。逆にしない方が落ち着かん。よく毎日続けられるよね。辛くなったりしない？いや、辛いと思ったことは一度もない。強くなるためだからな。我は強くなればならんのだ。戦うことを宿命づけられた人間なのだからな。戦うことが宿命？我は馬車に乗るよりも早く戦え。すごいな。生まれながらの戦いの申し子なのだ。なんだその伝説。
我は師匠である父の指導のもと、物心ついた頃より戦いに行き来るだ。幼き頃からレスリングのメダリストとの試合やボクシング王者となどスパークリングスパーリングを経験してきた。すごいな。最初は歯が立たなかったが、やがて向こうの方が我に歯が立たないようになっていた。そんな人たちも勝ってきたってこと？我が専門とするのは立ち技、組み技、寝技が一つになった格闘技だ。どれも中途半端では意味がない。それぞれのチャンネルで頂点に立つ実力をつけ、それを融合させることで最強になるの。立ち技、組み技、寝技が一つになった格闘技。その格闘技って総合格闘技だよね。そうだな。何でもあり、最も実践に強い格闘技だ。だからこそ我は総合格闘技を選んだ。我はスポーツで一番になりたいのではない、あくまで地上最強を目指しているのだ。なんだか大神さんならなれそうな気がする。っていうかもうなってるんじゃない？だが、いや、まだだ。我には超えなければならない人物がいる。父親か。え？その人物に勝たない限りは我が最強になることは我が最強になることは叶わない。その人って大神さんより強いの？その話はいずれしよう。その機会があればだがな。と言い残して大神さんはその場から去っていった。でも信じられないな。大神さんより強い人がいるなんて。いるとしても人じゃないんじゃないかな。スキルポイントか。なんかあれかな。ちゃんと満足いくプレゼントとかを渡せないとスキルポイントになっちゃうのかな。まあまあいいでしょう。はいはい。オガミに会うプレゼントなんてないぞ。セレスは無知が良さそうだけどさ。はい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 。ちょっとここは飛ばしてみますね。今日も終わりか。でも今日が終わったところでこれは終わらない。これはいつまで続くんだ。さあ、そんな不安を抱えながら僕の夜は更けていった。お、モノクマ劇場。おっと、鏡が出てきた。僕ってさ、可愛い子を見るとじっと見つめてしまう癖があるんだ。じっとじっと見つめてしまうんだ。さっきだって駅まで自転車で行って、トイレの大きな鏡をじっと見つめてしまったもの。自分が可愛いか。まあ自分は可愛いよな。はいはい。じゃあもう一日ぐらい自由行動あるかな。お前、おはようございます。はいはい、張り切っていきましょう。さてと、まずは食堂に行くとするか。おっと、そうか、自由行動の前に食堂か。はいはい、よいしょ。戸上がまたいねえかな。死んでも知らないぞ戸上。よいしょ。あー、みんなおはよう。あ、こうして向かった毎朝恒例の食事会だけど、人が少なくなってるわけではないな。これで全員か。なんだか随分と少ないな。昨日の言葉通り、そこには戸上くんと深川さんの姿はなかった。またこのテーブルが広くなってしまったな。石丸。3名もの犠牲者が出た上にボイコットが2名も出てしまいましたからね。5人もいなくなったら広く感じられて当たり前だね。でもさ、戸上はともかく深川ちゃんを呼びに行ってあげた方がいいんじゃない。リアルな話。行って、あいつ心機臭いし。さらりと冷たいこと言うのですね。まるで氷砂糖ですわ。氷砂糖。石丸。いや、氷砂糖は冷たくないぞ。甘いのだ。んなことよりも問題は戸上の野郎だ。あいつは放っておくと本当に人を殺しまうぞ。あれ、そういう目だ。やっぱ縄とかで縛っておくしかねえだろう。それはやりすぎじゃ。その通りだ。そうだそう、和田君。こういう状況で一番怖いのは身内同士の暴走だったりするんだ。ほら、学生運動の頃の話にもあるじゃないか。何が運動会だ。縄で綱引きする、でもするつもりが。さては君はバカだな。ストレートだな。誰がバカだと。あれ、どうしたの藤崎さん、元気ないけど。自己嫌悪中なんだ。自己嫌悪。昨日戸上君に言われた時怖くなっちゃって何も言い返せなかった。一曲は大田君に助けてもらって、しかも弱い者いじめなんて言われて本当にダメだよね。弱っちくてさ、大和田のせいで落ち込んじゃった。いや、俺のせいだ。トカミのせいだろ。つうか、俺は悪気があって言ったわけじゃねえぞ。大体よ、女なんだから弱くて当たり前だろ。大賀さん、なんか言ってやってください。あ、泣き出しちゃった。おめえ、泣いてんのか。もう、あんたがでかい声出すからじゃん。藤崎さん。おいおい、泣くなって、悪かったよ。もうどうだったりしねえからよ。本当、怪しいんですけど、そこまで言うなら。あったよ、男の約束。ほら、男の約束。
前にも言ったかもしんねえけどよ、俺はガキン頃からずっと兄貴に言われてきた言葉があるんだよ。男の約束だけは絶対に守れ。それが兄貴が俺に残した言葉だ。残した？ああ、兄貴は死んだよ。そうだったんだ。そうだな。まあその話は予想で、なんつうか締めっぽくなっちまうしな。つうわけで俺は絶対にどらねえ、どならねえからよ。だからおめえもなくなって。うん、ありがとう。ありがとう、大和田くん。わあ、大和田、株上がる。こんなんじゃダメだよね。もっと強くならなきゃね。すぐ泣いちゃうような弱いもんじゃダメだもんね。だけど別に無理して強くならなくたって、うん、もっと強くなりたいんだ。空手でも鍛えようかな。そういうことであれば我がいつでも手伝ってやろう。大賀さん、壊されちゃう。千尋さんが壊されちゃうよ。あんた黙っててダメ。お、やっと笑ったべ。うん、ありがとう。いいえ、いいんですよ。よかった。なんだか藤崎さんに元気が戻ったみたいで。そうだよ、みんなでこうやって支え合っていけばきっといつかみんな揃ってここから出られるはずなんだ。きっといつか。おっと、怪しいな。だけど唯一の気がかりは朝食会に最後まで現れなかった戸上くんと深川さんの二人のことだ。どうすればあの二人とも分かり合うことができるのかな。さてと、今日はこれからどうしよう。さあ、自由行動のターンがやってきたので一旦切りがいいのでここで切りましょうかね。で、じゃあ次回自由行動、また2人かな、誰か2人に話しかけに行きましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まだに、ね。